スコットランド国立美術館は、スコットランドのエディンバラにある国立美術館。精緻な新古典主義様式の建物で、エディンバラ中央部のマウンドと呼ばれる人工的な丘陵地帯に建てられている。建物は、スコットランド人建築家、ウィリアム・ヘンリー・プレイフェアの設計によるもので、1859年に開館した。1912年には隣接する。 王立スコットランドアカデミーと共に、ウィリアム・トマス・オルドリーブによって改築されている。改築終了後の再開館時には、スコットランドとヨーロッパ諸国美術の常設展示に力が入れられていた。美術館の研究施設には、初期ルネサンスから19世紀後半までの版画とドローイングに関する紙資料が3万枚以上収蔵されており、参考文献のみが集められた。 学術図書館も大衆に公開されている。学術図書館は1300年から1900年までの時代をカバーしており、約5万点の文献、日誌、スライド、マイクロフィルムなどが収められ、スコットランド国立美術館のコレクション、展示会、歴史などに関する文書も収容されている。プレイフェアプロジェクトと名付けられたスコットランド国立美術館と、 王立スコットランドアカデミーを地下でつなぐウェストンリンクの設置が2004年に完成し、講義室、研究施設、ショップ、レストラン、タッチスクリーン仕様の仮想コレクションギャラリーなどが併設された。この2つの建物の間には近代的な広場が設置されており、エディンバラ城やプリンセスストリートを一望することができる。スコットランド国立美術館のコレクションの中核は、 王立スコットランドアカデミーから管された絵画で、ヤコポ・バッサーの、アンソニー・バンダイク、ジョバンニ・バッティスタ・ディエ・ポロラの傑作が収蔵されている。1903年以来、スコットランド国立美術館には独自の絵画、購入補助金は一切交付されていない。スコットランド国立美術館の歴史アーカイブド2012年3月31日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、プレイ・フェア・プロジェクト。 ありがとうございます。